あ,あ、聞こえますかという感じなんですけどもまあ聞こえてますよねさすがにもう25回以上やってると、うん、多分大丈夫なんだろうなという気がしていますまあそういう時が一番危ないんですけどね運転とかねそう車の運転とかもちょっと慣れてきたかなぐらいの時が一番事故を起こすんですけどはいまあ全然関係ない話ですねはい僕車の免許持ってないですしということで誇りでございますこんばんはって合ってますかはいよろしくお願いしますね はい「おやすみラジオただの寝言」ということで、まあ、今回が第何夜なのかはちょっと分かりませんが26か25だと思うんですけどもはいまあそんぐらいかなという感じです正直第何回パンということになんか意味があるのかと思ってますはいただ覚えてないだけなんですけどはい <laughs> 覚えてない自分を正当化してるだけなんですけどねはいということで、えー、今回もやっていきたいなと思うんですけども、まあ、今回は何をやっていこうかなと。 ととで、まあ、とりあえず3月までは、まあ、2023年度といった感じですか2023年度というとこまでは続けたいなと思ってるんですがそう考えるともう多分あと10回あるかないかぐらいだと思うんですよねないかなギリギリないかぐらいだと思うんですけども、はい、その10回の間にヘビーリスナーは現れるのでしょうか <laughs> いわゆるこうラジオでいうまあラジオこれもラジオなんですけどもいわゆるこう何て言うんだろうな普通にやってる芸人さんだったり、まあ、声優さんとかそういうのラジオのっていうハガキ職人みたいな、まあ、最近もうねハガキじゃないからね何、はい、て言うんですかねあれね。 まあ昔はこのペンネームとか言ってましたけどね昔は俺知らないんですけど <laughs> そう昔は知らないんであれですけどもなんかいわゆるはがき職人みたいな言葉ってまだ一応残ってはいますよねいわゆるこうなんかちょっと面白い感じの投稿をしてくれる方ですね、まあ、そういう方 がいててやっっぱりりこうラジオって成り立つもののだなと思ってるのでまあ、もちろんね、こうやってこうフリートークをしてるだけでも、まあ、楽しんでいただけてる方いるかなとは思うんですけども、まあ、できればそういうね、方が現れてくれれば嬉しいななんて思ったりもしておりますが、はい、まあ、別に強要してるわけじゃないですよ、もちろん、今聞いてる方、絶対コメントを打ってくださいとか言ってるわけじゃないんで、全然、はい、<laughs> あの、はい、別に私は、僕は私は、はい、コメント打たないぜっていう方は、もうそのままで聞いていただけるだけで十分でございますけども、はい、よろしくお願いしますって感じですね。はい とということで今回までいろいろ本気で質問に答えてみたシリーズっていうのねまね、あ、2回ぐらいしかやってないけど <laughs> それシリーズって言えるのかなって感じなんですけどね、はいまあ、あの今までなんだ好きな食べ物は何ですかと好きな色は何ですかをやってきたので今回はまあ好きな何にしようかなと思ったんですけど今パッと出たのがタイムマシーンで。 行くなら過去か未来かっていうねこの質問めちゃくちゃあると思うんですよそう何て言うんだろうなめちゃくちゃ簡単ではないけどでもなんかそれぞれの答えにこうちょっと特徴が出そうな感じの一番いいとこですよね <laughs> そうだから結構対応されるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、この質問は僕ももちろんされたことありますけど正直絶対こっちっていうのってないんですよね。 皆さんもそうじゃないですか。でも絶対こっちって人ももちろん中にはいると思うんだけどむしろそ何逆は行きたくないみたいなね人も中にはいると思うんだけど俺どっちも行きたいんですよどっちも行きたいしなんならどっちも行きたくない気持ちもちょっとあるみたいななんか分かりますかそれ <laughs> そう分かってくれると嬉しいんですけど何て言うんだろうなでも僕は結構なんかこうなんだろうな絶対未来じゃない絶対過去 っていう人の中にには未来に絶対行きたくないなぜならこう答えが分かってしまうのが、えー、つまらないからみたいなそういう人って結構いると思うんですけど僕は正直何か例えばゲーム実況とかあるじゃないですか YouTube になんかそういうのを僕あの1人だけいるんですよふ、まあ、普段からね YouTuber の方とか全然見ないっていう話をしてるんですけど1人だけあの僕がこう YouTube を始めるきっかけになったと言っても過言ではない、まあ、ゲーム実況を始めるきっかけになった。 っって言ったらまああそそそうだだね絶対そのの人人なんんでですすけけどいるよずっとその人の動画を全動画見てるっていう方も今ちょっと、えー、投稿してない方なんですけどももうその方の動画だったらもうこれ「何々」っていうゲームのパートなんだよねって言えるぐらいのファンの、はい、方がいるんですけどもその人がやってるゲーム僕絶対買うんですよ。はい、でもそれも何だろうその人と一緒にやっていくとかじゃなくてその人の 動画を全部見て全部見た後に自分が買ってやるっていうだからこう結末とか全部知ってるんですよねそう例えばここで敵が襲ってくるとかここでなんかびっくりするところがあるとかそうここでこの選択肢を選んだらこういうエンディングになるとか全部分かった上でやったりするんですよはいでもめちゃくちゃ面白いんですよ <laughs> そうで、まあ だからといって、じゃあその人、その方、まあ、その方だね、<laughs> そのお方、その神様というような方なんですけども、その方の、えー、やってるゲームしかやんないかといったらそうじゃないんですよね、もちろん。僕自身がこう面白そうだなと思って買ったゲームとか、面白そうだなと思って見た映画とかいっぱいありますけども、でもそっちももちろん楽しいんですよ。まあ、もちろん中にはちょっと買って失敗したなとか思ったのもありますけども、でもまあ同じぐらい、うん、別にこう、 優劣つけがたいいいぐらい面白いんですよね、うんまあ、もちろんその一つのものを、えー、実況を見てなかった場合そして見た場合で、えー、比べることはできないのでだからこう実際どっちの方がいいかっていうのは完璧には決められないとは思うんですけども正直僕はどっちででも全然大丈夫ななタイプなんですよだから何て言うんだろうな未来を見てこういう結果になるって知ってしまっても僕は多分ね めちゃくちゃ楽しんで人生を送っていけると思うんですよね。だからそういうタイプではないんですよ。そう、絶対未来は嫌だっていうタイプではないんです。はい、そして。どっちの方が多いんだろうね。実際過去に行きたいって人が多いんじゃないかな。やっぱり過去に犯した過ちとかをとか。なんかあの,あの時こうしとけばよかったみたいなのを、その時の自分に伝えたいみたいな。 そういうい人が多分多いんじゃないかなって思うんですけどまあでも未来がワクワクするとか未来にどうなってるかを知りたいっていう人ももちろん中にはいると思うしうだからね僕ねどっちのいいところも取ってるんですよでどっちの悪いところな過去に行くデメリットってなんでしょうね逆に何だろう 例えばいやーでも何なのうなもう今亡くなっちゃってる人に会いに行ってすごく悲しくなるとか逆に <laughs> そういた時のことを思い出しちゃって悲しくなるとかそれはだって別にいいもんねだって亡くなっちゃってすごい悲しい人に会いたいっていう気持ちがある人の方が多いと思うからだから会えた嬉しさの方が勝つと思うんだよね過去に行くデメリットって何だ未来を変えてしまう怖さとかかな。 どうなんだろうね。だからその過去に例えば10年前の過去に行きましたじゃあ1日だけ行きましたで1日だけ行ってその後また現在つまり10年後ですよねその10年前からしたら現在に戻ってきてしまうってなったら確かにちょっと怖いですよねだって今いるこの現在が変わってしまってる可能性があるから帰ってきた時にそうでも10年前に戻ってそのまま10年そのまま過ごせるんだったら何も怖くないですよねだってその世界に行っちゃってるわけだからうん だからその条件によるよるね、うん、確かに今例えば俺が何だろうなもうリアルな話をすると例えばこう高校の時に告白できなかった子に告白をしに行くとかなった場合ねなった場合もしそこで告白をして成功したとするじゃないですかそしたら今、まあ、まあその子ともちろんその今繋がったりはしてないんですけども帰ってきたら。 えー、まだ繋がってるとかねなんかそういう、えー、現代の改変みたいなのが起こるっていうのがまあでもそれは結構ポジティブな例か、うん、でもその代わりになんか大切な人との連絡が途切れてしまってるとかねその代わりに大切な人が亡くなってしまってるとかなんか友達だったら、えー、めっちゃ俺と今仲いい子がその子とこう付き合ったことによって仲悪くなっちゃってるとかねなんかそういうことが起きたら確かに怖いな。うん 過去に行くデメリットってこれですかね。うん。でもそれもどうなんだろうね。実際こうタイムマシンってのができたとして、いろんなね、タイムマシンを描いてる作品だったりとか映画だったりとか、それぞれこう変わりはあると思うんですけども、実際どういうのが多いんでしょうか。いわゆるバック・トゥ・ザ・フューチャー、映画バック・トゥ・ザ・フューチャーだと、あれはいつでも戻ってこれるんですね。だからその気になればずっとそこで過ごすことも可能。でもまあ 衰衰ええててははいいくくのか,そか衰えてはいくんだよねじゃあ今俺がまあ10年前に戻ったとしてで10年前からそのまま行ったら肉体は30歳とかになっちゃうってことだよねうわそうかそれは嫌だなそれは確かに嫌な気もするうんねもう、まあ、だから20歳だから10年前に戻って10歳 10歳の自分に20歳の自分が会いに行くって形になるのかそれとももう10歳の自分に自分がなってしまうのかだよねそう今の記憶のままうんそれだったら最高だけどねそんなことはないんだろうな多分そしたらその世界には俺が2人存在することになるんだよね10年前の世界にそうで帰ってこないで10年前の世界からそのままえー 俺が20歳の俺が生活していったら30歳になるわけだよね今現在うわー怖 <laughs> 怖いねそれねだから未来だったら確かに、まあ、未来にずっといるっていうのもちょっと怖いけどその未来だとしたらなんか若いまま生きていられるということにはなるんですけどねそうでも過去に行ってしまうと体は老いてしまうまあもちろん心もだけど体は老いてしまうっていうことを考えると確かに過去に行くのもちょっと怖いなだから でも実際1日まあ1日ぐらいじゃそんな変わんないけどね、うん、例えば1年いたとしたら10年前の世界に1年いたとしたら21歳になった俺が二十歳であるはずの時空に存在することになるわけだよね。ってことは90例えば俺が90歳で亡くなったとしたら実際は91歳なのに90歳で亡くなったってことになるってことだよね。そうなると 面白いななこれ <laughs> なんかこういう時空関係というかこういうパラドックス関係タイム的なものってすごい面白いですよね。パラレルルワールドとかそういう世界線の話とかってすごいなんかワクワククしますなんか自分にめちゃくちゃ都合のいい世界を作ってみたくなりますよねこういうのだといろいろこう条件を足してってね。 それ結構頭良くなななるんじゃないなんかこの条件にしたらいやこっちが悪くなるからプラスこの条件をつけよういやでもその条件つけちゃうと前の条件と矛盾するなとかねなんかそういう感じでだんだんこう矛盾しないような世界を作っていくっていうのをぜひ小学校とかでやったらどうですかね <laughs> すごいなんかねあの考える力パズルとか得意になりそうですよね、はいまあ、そういうのって結構まあそのもちろんイコールじゃないけど結構頭いい人ってパズルだったりとかそういう頭使うゲーム得意だったりするじゃないですか勉強 勉強ができる人ってもうちろんひらめきとかあとまあひらめきと英単語をいっぱい知ってるとか漢字をいっぱい書けるとかで歴史上のね年号を全部知ってるとかそういうのってイコールではないとは思うんですけど結構密接に関わってる部分ってあるじゃないですか。だからそう考えると僕も そう,そういう妄想ばっかりしてるからね、えー、成績が良かったんじゃないかなと学生時代思いますねはい良かった <laughs> そういうちょっとこうファンタジーな世界に生きていて良かったですもう現実主義って感じだとねもうただ単に漢字を覚えるみたいな <laughs> 感じになっちゃってるんで漢字だけにはいということでこれでした、はい、もうす一番面白くない終わり方で終わったけどね面白い話してたのに <laughs> まあでもこの面白いってファニーじゃなくてインタラスティングの面白いなんだよな、うん、伝わりますかね 好評で,、ねえー、でした。少し準だと思ってくださいました。高評価ボタン、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。現在、チャンネル登録者数が、えー、690人ということで減りましたね。1人ずつ毎日減ってますね。はい、あと10人で700人目指しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして、えー、Twitter、X ですね。インスタグラム、TikTok と設定、この動画や何かぜひチェックよろしくお願いします。あ質問の答えか、うん。過去か未来、どっちに行くかと言われたら、えー、僕にルールを作らせてくれと答えます。はいまあ、絶対その 二択だだったら、まあ、過去だな俺は過去に行きたいなと思ってます。まあ確かにあんま過去振り返らないタッチではあるんですけどもちょっとなんかね当時の自分と話してみたいっていうのはある当時の自分の考え方っていうのはだって未来の自分の考え方ってこれから自分がなっていくじゃんそう。だから過去の自分の考え方には戻れないので過去の自分のその時の言葉っていうのをちょっとなんか。 えー、書き留めたいなって思ってますね。はい、ということで、えー、ここでした。また、えー、皆さんもぜひどっちか、えー、書いてみてください。えー、ここでした、えー。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。